どうも、PO25 です。というところで、シャニマスやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、本日も、番外編的な、バレンタイン準備スペシャルコメをやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。前回、ノクチルを見まして、で、残り一枠で、チョコさんをですね、解放したというところもありますので、本日はホークラを見ていこうかなと思います。よろしくお願いします。というところで、まずは解放済みのチョコさんから行きましょう。スタート。めっちゃ短かったね、確かに。すっげえ短かったので。弟いるんだ。弟いるんだね、チョコさんね。買いますね。ホワイトチョコもいるんだった。そしてこのチョコさんのこの衣装、めっちゃチョコだよね。すごいよね。ありがとう。でも大丈夫。ちょっとコンビニ行ってくるから留守番お願い。おお。これなんかこれ髪留めの色でさえももうなんかね、チョコ色にして、でもはや髪留めがアクセントにも何にもなってないからね、本当にただの髪留めてるものになってるからね。すごいよね。そして目が丸いんだよな、チョコさんな。そして早かったですね。まあそんな感じでございました。じゃあ2人目いきますか。どうしよっかな。カホさん行きますか。よいしょ。あ、友達か今度は。バレンタインは普通にチョコにする。チョコ以外があるのかな。まだ考えてないよ。お、まおちゃんは？まおちゃんという子なんですね。なるほど。そして敬語じゃないカホさんってめっちゃ新鮮じゃない？みんなに敬語だもんね、だってね。いや、めっちゃ新鮮。あいつに渡すネタ、どういうこと。幼馴染の男子だよね。毎年違うのあげてるの。もう好きじゃん。そうなんだ。そっか。じゃあ一緒に作ろうよ。おお。楽しそう。平和でいいな。平和でいいな。いいね、カホさんね。いつもと違うカホさんが見れましたし、マオちゃんだっけ？ん？ね、もう見れたから、ね、すごくいいなと思いますね。そっか、小学生ですでにバレンタインを作るか。私はバレンタインについてはですね、まあ、母親っていうのを除くとですね、あれです、なんか、よく、同じ部活の先輩とかあるじゃないですか。なんか、業務的に渡してる感じ。あれしかもらったことないです。個人的にもらったことはないね。まあ、いいじゃない。で、ところで、ジュリーさん行きますか。もう流れで、ごめん、ジュリーさんにして。あげたりするんですか？そうですね。お、すごいかっこ。もう用意しました。あ、すげえ。青春。そういうもんじゃないんじゃないですか、もしかして。あ、ほうか。え？そうだよな。そうだよな。短いな。すげえ短い。めっちゃ短いじゃない。じゃあ、ここで夏葉さんちょっと行きましょう。最後にリンジさんを持ってくるというね。リンジさん、プロデューサーに対してね、いわゆる P ラブ勢ですから、どうなるのかというところですが。おー、夏葉さんの家すご。あ、これカトレアの本物かな？それとも、ぬいぐるみ？どういうものをあげたら、プロデューサーは喜ぶかしら。お、夏葉さんもプロデューサーさんにあげる、プロデューサーさんってしちゃった。プロデューサーにあげるんだね。これ。なんだ。いいじゃない。何をあげる気なんだ。これがそのバレンタインの本番でわかるんですね。多分そういうことだと思います。じゃあ最後リンジさん行きましょう。あ、いつものというかつい最近見たあれですね。お、リンジさん どうしたの。買ってしまった。な、え？勝てるチョコ。勝てるチョコ。
なんだなんだ。リンゼさん、行事ごとの恋乙女なんだもんな。そうなんだよな。さあ、勝てるチョコということはあれですか、もう翼プロにはびこるピーラブ勢に勝てるチョコってことですか。翼プロはたくさんこうプロデューサーが好き疑惑出てるアイドルがいるというの噂を私もかねがね聞いていますけれども。そうですね、まあそんな感じでございました。で、次ラスト1枠開けられるので次のユニットの枠を開けていきましょう。誰っこにしよっかな。アルストロメリア。いきますか。で、ピーラブ勢が2人もいるんだもんね、ここはね。変な知識だけついちゃって。ツイッターとかピクシブとかでさ、シャニマスの絵見てると変な知識だけついちゃう。他、この普通のユニットとしての知識はまだ全然ついてないのに変な知識だけついちゃう。じゃあちょっと天野さんだけちょっと一旦再生して、早送りして、今回終わろうかなと思います。ちょっとじゃあ行きましょう。これ天野さんの部屋なんだね。めっちゃ早かったな。めっちゃ早かったけど、プロデューサーさんって文字見えちゃったもんね。相変わらずでございますが、ね。あ、そんな感じで終わりでございます。天野、どうかな。このセリフさ、この天野どうかなって何を聞いてるんだろうね。ねえ、まあ誰が結ばれた、誰が結ばれるんですかね。まあそんな感じで本日は終わろうかなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしてますのでよろしくお願いします。バイバイ。